昭徳学園学校法人、昭徳学園は東京都武蔵野市にある学校法人。岐阜県の学校法人、昭徳学園や学校法人東京昭徳学園、学校法人大阪昭徳学園とは無関係である。また、東京昭徳学園は昭徳を正徳と読むのに対し、本法人は昭徳と読む。昭徳学園中学校、高等学校は、 少人数制の中高一貫とも学校、文部科学省、東京都指定、学力向上フロンティアスクール、ハイスクール、フルブライトメモリアル基金マスターティーチャープログラムに参加。各国からの視察団受け入れを積極的に行っている。国際人の育成を目標に外国人教師による授業や国際研修旅行を行っている。中学3年では、 オーストラリア、ニュージーランド、カナダのうち一国を個人で選択。高校2年ではフランス、イタリア、オーストリア、チェコドイツ、スイスのコースのうち一コースを選択する。2006年はハワイコースもあった。また、希望者を対象に夏休みを利用してカナダ、またはアメリカ合衆国に約2週間ホームステイをしている。5月には体育祭、9月には 文化祭が予定され、生徒たちが日々、練習、準備をしている。学園全体での避難誘導訓練や、学園通信の発行、食堂や売店の共同利用など様々な点で連携している。JR 中央線、西部玉川線武蔵桜駅下車南へ徒歩3分、小学校中学校、高等学校、ありがとうございます。